皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今現在、2月22日の8時半ちょっと前くらいなんですけれども、はやぶさ2、見事にタッチダウン成功したというデータが取れたということで、非常に喜ばしいニュースが入ってまいりましたけれども、予定よりも若干早くシェクエンスが進行して、8時前には一応その、タッチダウンしたと見られるっていう動きを捉えたということだったんですけれども、その後で、探査機がこう、リュウグウから離れて、探査機がこうアンテナを地球に向けて、そしてこうデータを送ってきて、でそれを地球で考えてこうキャッチして、そのタッチダウンができたということ、それからはやぶさの初号機では撃つことができなかった弾丸がちゃんとこう発射されたということで、まあ、正確な、資料採取ができたんではないかという状況ですね、現在では。はい、でまあそのライブ中継、まあ、YouTube でやってたんですけれども、その番組進行の中で、ブライアン・メイさんからのこう応援メッセージのビデオが流れてた後ろで、どうやらちょっとそのタッチダウン成功の確認を、最初のそのあれですね、タッチダウンの動きが、受け取れたっていうところは出ちゃってて、そのなんかこう拍手してるところから突然こう映像が始まったんですけれども、まあ、その後で、テレメトリーで、その確かにタッチダウンしたことと、それからその弾丸が発射されたということが確認ができたようです。でこれからですね、その細かいデータ、送られてきたデータをさらに分析をして、でその他の細かい情報を分析していくことになると思うんですが、まずはこのいいニュースが飛び込んでまいりましたね。はい、というわけで、まあ、タッチダウンからおおよそ、まあ、1時間くらい経ちましたですかね。それで、まあ、管制室の中もだいぶ落ち着いてきたんですけれども、まあ、今はその送られてきたデータをこう分析をしているところで、これこの後11時からJAXAが会見を行うようです。はい、まあ、先ほどその弾丸が発射されたことが確認されたっていうふうには言ったんですけど、まあ、正確にはその弾丸が発射されるコマンドがこう出たというところですね。まあ、同じようなことではあるかと思いますけど、一応その弾丸を発射するというコマンドが発令されたっていうことは、まあ、完全に確認できているということですね。でこれ本当に弾丸がそれで発射されて、リュウグウの表面に穴を開けて、でこうサンプルが舞い上がってちゃんと入ってるかっていうのは、まあ、これは戻ってこないとちょっとわからないかもなんですが、まあ、この後でもですね、これも世界初の試みになりますけれども、衝突帯をリュウグウにこう当てて、そこでできた人工のクレーターの中から地下の物質をこう採取するっていうサンプル最初のミッションもあるので、それが終わってからの期間になりますから、期間は今年の、いや、来年の12月、まあ、年も迫った頃になる予定なんですけれども、まあ、楽しみですよね。はい、はい、でタッチダウンのライブ中継が終わって、今現在は、まあ、速報ということで、吉川先生と久保田先生が会見をやっているところなんですけれども、8時42分ですか、8時42分に一応その、探査機が正常であることが確認されたということで、まあ、タッチダウンは成功したということですね。はい、まあ、ただその弾丸が確実に出てるかどうかっていう確認はまだこれからのようですけれども、一応タッチダウンは本当にシーケンス通り、まあ、計画通り完璧に行われたようです。これ
この後ですね、11時から正式な JAXA の会見が行われますので、それを待ちたいと思います。はい。以上、速報でお伝えしました。また次の動画でお会いしましょう。